こんにちは、青森の小野です。今回はいよいよ今季初の雪中バグトラ薪ストーブキャンプ泊やりたいなと思います。いやー、待ちに待ったこの雪の日がね、今年もやってきてくれました。今回はこのマギノタイグリーンパークというキャンプ場に来ております。ここはですね、青森県でも冬営業している数少ないキャンプ場です。12月と1月と2月は週末だけ、金土日月で営業するそうです。3月になると雪が溶けてびちょびちょになっちゃうんで、ちょっと3月はコンディション的にも良くないから、やるかどうかまだ未定だそうですが、1張り1500円で、テント1張りだったら3人でも来ても4人で来ても1500円ってめちゃくちゃ安くて、でしかもゴミも回収してくれるっていう、最高ですよ。まあ、山なんですっごい風が吹く時もあるそうなんですけど、その時はね、ちゃんと山小屋に避難できるように避難場所もしっかりしてます。トイレもその中にありますし、冬キャンやりたいっていう人はかなりおすすめの場所なんじゃないかな。そんなキャンプ場ですね。でさ、しかもすぐそこにヤブがあるんですけど、この中にある木とか自由に折って燃やしてもいいっていう、すごくない？薪ももちろん売ってるんですけど、この辺の木をどれを好きなようにもカットしてもいいっていう風に言ってました。外が 1.4 度、中は8度ですね。冷えてきたよ。結構外は真っ暗。しっかり二酸化炭素のセンサーと一酸化炭素センサー、よし。さあ、じゃあやっていきますか。ついに来たって感じね。よし、よいしょ。ああ、
あれが来た。あ、大丈夫ですよ。え、特徴柄。いやー、すいません。一番絞りと、これ2製品ですね。はい、検査してください。皆さんはいなくなります？そうですね、もう5時、6時くらいになればもうみんないなくなるので。わかりました、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。うわー、ラッキー。よし。できた、できた。いいね。なんかハーブの香りがする。あ、うめ。粉なんだ、こういう。おお。
ちょっとめっちゃうまそう。ちょっと待って。うん、ちょっと硬いだよ。うまっ。
いいね。はい、今回の車中泊アイテムはこのライトセーバーみたいな見た目がめちゃくちゃ気に入ってます。コンパクト掃除機になります。でコンセントとかはなくてタイプ C の USB で充電して使うっていう掃除機ですね。で直径が 56mm、 重さ 530g でめちゃくちゃコンパクトで、ああいうノズルを吸い込み口にさせて使うんですけども、ブラシとかついててね、すごい使い勝手がいいです。ゴミがね、逆流しないようにゴムの蓋がついてたりするんですが、ほんとこんな小さいのにね、かなり吸引力が強いです。ほんで強さも2段階で調整できて、でこの強い方でやるとこのサイズでこんなに吸い込みますっていうぐらい本当に強力な吸引力です。あのダイソンでおなじみの吸引力が落ちづらいサイクロン式になってるみたいですね。また結構ね、音もでっかいので、まあ、夜とか周りに気を使う環境だとなかなか使いづらい面もあるかもしれないですけど、でバッテリーの容量なんですが3時間で充電が満タンになります。スマホと同じタイプ C ケーブルを使って、で使うときは普通モードで連続20分、パワフルモードで15分の使用が可能だそうです。でゴミを捨てるときはね、ああいう風に上からパカッと開けるとワンタッチで簡単に捨てれるんですが、下からパカッと丸ごと取り外せるような構造にもなってます。でね、3分ぐらいしか掃除してなくて、このすごい恥ずかしいんですけども、めちゃくちゃゴミ取れます。人工芝の多分間にね入り込んじゃってるんですけども、
でこのフィルターも水で丸洗いできるから掃除もねすごい楽だそうです。僕の場合このねマギストーブの木くずみたいなのを吸い込むのにすごい重宝してますし、あの運転席の細かいところに入るくず、あれとか掃除するのにねすごい便利です。まあ、何よりもこのかっこいい見た目、これが僕の推しポイントですね。もうコンパクトなんで置き場所も困らないですし、置いてあっても全然嫌じゃないんで、今もうめっちゃ気に入ってオノキンスカイウォーカーとして毎日これを振り回しています。はい、ということで、コンパクトで見た目もおしゃれで強力な吸引力の掃除機、もしね興味が出た方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ見てみてください。以上、青森のオノでした。最後までご視聴ありがとうございました。